9日目バグダッドにいます。今日はさらに北に向かいサーマンラに行く途中カドミーヤというところでシーア派の7代目9代目のイマームの霊廟サーマンラについてから10代目11代目12代目のイマームの霊廟に行きミナレットに登ります。昼食後アッシリア帝国最初の首都アッシュールに行きます。モスールに行って泊まります。朝食です。で、カドミーヤと言われてるんですね。カドミーヤに着きました。こちらにシーア派の7代目と9代目のイマームの霊廟があります。イラクのイスラム教徒の 65% はシーア派ですが主導権を握っているのはスンニー派の人たちです。川です。私たちのこれからの旅はティグリス川沿いを北上することになります。サーマンラに着きました。ここには10代目11代目12代目のイマームの霊廟があります。シーア派の人たちは12代目イマームが隠れメシアになったとしてその再出現を現在に至るまで信じ続けています。ビデレオカメラを珍しがって人が寄ってきます。一番ね中に入って分かるから、ね、お祈りができないから絶対ミナレットが見えてきました。これは空撮2台です。階段の幅は約2メートル。初めのうちは手などを振っていますが上に行くに従ってこういう顔になります。下に見えるのはムタワッキルのモスクの廃墟です。ミナレットから降りてきました。1万人は入れたというムタワッキルのモスクです。私たちは線路に並行して走っています。前方はアラーシュ宮殿です。出てこないけどもお昼を食べに来ました。このレストランは礼拝所があります。 Thank you. 厨房ではノブオは大歓迎されました。どう考えたって紅茶なんかね、ここの水いっぱいね。イラクの水はとっても美味しい。それでいつも水をすぐ持ってあるけど、もともとこれから行くアッシュールはバグダッドの北300キロのところにあります。私たちはもうメソポタミア北部のアッシリア地方に入っています。南部のシュメールアッカド地方に比べると標高は高いですが相変わらず平らな大地が続き林も森も視界に入ることはありません。でも乾ききった南部よりは降雨量は多いそうです。そしてこの辺りは質はよくありませんが大理石が取れます。地面に露出しています。しかしこれ以外には資源に乏しく、アッシリアは早くから遠距離貿易が盛んでした。
シュールのジックラトが見えてきました。前2000年期の初め、セム系アッシリア人はアッシュールに都市国家を作りました。前1800年頃にはシャムシアダト1世がアッシリア王となり、北メソポタミアのほぼ全域を支配しました。その後栄枯盛衰はあったものの、アッシリア王朝は十数世紀にわたって存続しました。その間遷都はありましたが、アッシュールはアッシリアの宗教的中心地でした。アッシュールです。赤い線の左下のところから入り、イシュタル神殿、これは BC 3000年期中頃にはもうありました。アヌとアダトの神殿、高王宮、ジックラト、アッシュール神殿のあったところまで行き、同じ道を戻ってきてから右側に新宮殿を見て入ってきた場所に戻りました。アッシュールはアッシリア帝国発祥の地として BC 1800年頃から大きくなり始めていました。宗教的聖地として王宮の他に30を超す神殿があったそうです。右にイシュタル神殿です。アヌとアダトの神殿です。この地方の大理石です。アッシリアの王たちの石棺です。古王宮に来ました。ティグリス川、ジックラトです。ジックラトに穴が開いているので行きました。これは発掘者が内部構造を見るために開けた穴です。焼きレンガと葦の層から鳴っていました。オリジナルの状態なんですが、これは後から前方の建物はアッシュール美術館です。この辺りにアッシュール神殿がありました。メインロードを戻っています。メインロード、タピアの門です。タピアの門の後方には大きな新宮殿がありました。アッシュールの重要な出土品はベルガモン博物館にあります。私たちはさらに北上しています。今夜のホテルはモスールです。アッシュールからは100キロ以上北になります。